それでは和則選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。大会まであと2日となりましたが、現在の心境を教えていただけますか？はい、そうですね、まあ、やることをやってきたんで、まあ、地元から応援に来てくれる人もたくさんいるんで、KO で勝とうと思ってます。ありがとうございます。今地元からたくさん応援をというお話があったんですが、静岡県ご出身ということ で、はい、出身県の近くでこう雷神が開催されて、その大会に出れるということに関してはどのように思ってますか？いや、本当すごい光栄なことだと思うんで、それを、まあ、試合で、まあ、パフォーマンス、最高のパフォーマンスして、その結果を出したいと思います。まあ、今回大臣初参戦ということなんですが、やはり周りからもかなり反響というのはあったんでしょうか？そうですね、やっぱ同級生とかからも連絡来たりして頑張れよとか言われたんですけど、はい、まあ、まあ頑張ってくれ、勝ってくれよっていうふうに言いました。ありがとうございます。また今回の和則選手のリンクネーム、これの由来っていうのがもしあったら教えていただけますか？まあ、由来っていうのは、まあ普通に名前のままなんですけど、まあ、アルファベットにするのは会長が考えてみたわけです、はい、そうなんですね、わかりました。ありがとうございます。和則選手の、普段の練習環境だったり、出稽古先、その他行っているトレーニングなどありましたら教えていただけますか？そうですね、練習は基本的にもジムでて、出稽古も、まあ、行くときは行くんですけど、基本的にジムで練習する形ですね。わかりました。ありがとうございます。それでは今回の対戦相手の印象というのを教えていただけますか？そうですね、まあ、佐藤選手、シュートボクシングのチャンピオンということもあって、まあ、結構左の使い方がうまいとは思うんですけど、まあ、その辺対策練習してきたので、まあ、気持ちと気持ちのぶつかり合いになるかなと思うんですけど、そこは自分も全然引く気ないんで、まあ、KO決着になるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。今回初めて、和則選手を見るという雷神のファンも多いと思うんですが、ご自身のどんなところをファンに見せたい、または見てもらいたいと思っているか教えていただけますか？そうですね、まあ、自分結構アグレッシブにガンガンいく方だと思うんで、まあ、そこの部分で、まあ、気持ちだったり、まあ、そうですね、そういうところを見せたいかなと思います。今回の試合のテーマというのがあればズバリ教えていただけますか？そうですね、当てさずに当てるって感じです。相手の攻撃をもらわずに自分だけが当てるというイメージ。そうですね。なるほど、ありがとうございます。また今回はオープニングファイト第1試合目ということなんですけれども、やはりここもご自身で第1試合目盛り上げて会場をあったかくさせたいというところですか？やっぱそう、俺はすごい思ってるんで、第1試合目に選ばれた以上、やっぱ初っ端ですごい盛り上げて、やっぱ興行をこう全体を盛り上げられたかなと思います。あと今回なんですけれども、キックボクシングでのルールというのがこの試合だけになってるんですが、そこでやっぱり観客の皆さんにキックの面白さだったり、そういうところを見せたいという気持ちもありますか？やっぱそうですね、キックボクシング1試合だけっていうので、やっぱそこで、まあ、MMA ファンの方も多いと思うんですけど、キックボクシング面白いんだよっていうのをしっかりアピールしたいなと思います。ありがとうございます。